こんにちは、始まりました、川西美希です。今回はこちら、前回の目代わりで購入したものと今回の目代わり1日目に購入したやつがすでに届いたので紹介したいと思います。もうすでにね使ったんですけど、めちゃくちゃいいやつとかあったから、ぜひ参考にしてみてください。それでは川西チャンネル始まるよ。まずはこちら、中国コスメのジュディードールというブランドで SNS で結構バズっていて、ウォータリーリップグロスというものを買ってみました。ジュディードールは動画で紹介してないけど、買ってるものとかもあって、全体的に全部可愛い。色味がね結構天才なんですよね。容器はこんな感じで、開けると今まで見たことない感じのアプリケーターなんですけど、こんな感じになっていて、鉄なんですよ。で、塗ってみるとすごい少量しかつかないので、唇全体に塗るには何度もすくわなきゃいけないのかなと思うんですけど、このアプリケーターの部分がひんやり気持ちいいんですよ。全部で4色あったんだけど、私は3色だけ買いました。カラバリはねこんな感じ。4番は赤ピンクみたいなカラーかな。で、実際に手に塗ってみるとこんな感じ。全部絶妙に可愛いいいですね。そしたら01番、ちょっとオレンジっぽいカラー塗ってみます。うん、ひんやりする。そしてグミとかそっち系の香りがする。3回ぐらい出してこんな感じ。うん、でテクスチャー割とサラッとしてるんですけど、保湿力っぽいものもあるかな。でも時間が経ったら少しだけ乾燥しそうな薄膜感。でも一つ気づいたことがあって、普段アプリケーターの奥の色で時間が経った時の色を確認するんですけど、鉄のアプリケーターだとそれが確認できないから、どういう色に変化するのかが分かんないんですけど、やっぱりちょっとだけ色が変わりましたね。ほんの少し濃くなる感じ。手についたやつ取ってみると、普通にこすったら消えるので、定着力はロム&とかめちゃくちゃ強いティントまではいかなさそうというジュディードールでした。そしたら次、こちらヒンスのオールラウンドアイパレットで、これ本当に発売されたばかりで、実は今ここにあるのはいただいたやつなんですよ。でもこれいただく前日に9点で頼んだので、購入品のこの動画で紹介させていただきます。で、頼んだやつはまだ届いてないんだけど、全部でカラー3種類で、もともと私ヒンスのアイシャドウすごい好きなので、これもね楽しみにしてた。こちらが01番のセプテンバー、こちら02のレイトオータム、こちら03のフォールインローズ。どれもすごい可愛いカラー。ヒンスの10色パレットだと目を引く奇抜なカラーが入ってるんだけど、これは本当に使いやすいカラーだけを集めたっていうパレットで、01番は一番使いやすいベージュブラウンカラー。ヒンスはねラメもすっごい可愛いの、本当に綺麗で、一番左がハイライト代わりにもなるし、涙袋とかまぶたにのせても可愛いカラー。そして02番、温かいディープブラウンカラーで、一番大きいところが3種類の中でこれだけマットになってて、アイシャドウのベースとしてやチークにも使えるそうです。そして03番、こちらはダスティーローズカラーで、くすんだトーンで秋冬にぴったりのカラーだね。可愛い。こちらも一番大きいところがハイライトとしても使えるし、涙袋やまぶたにも使えるパールになってます。そしたら01と03をつけ比べます。まず一番明るいカラーをまぶた全体につけていきます。うん、明るいベージュに見えるんだけど、ちょっと黄みがかっていて陰影をしっかりと作ってくれる感じで、同じカラーを下まぶた目尻、これすごく目尻の拡張色に合うね。そして次に明るめのカラーを取って、さらに目尻に陰影感を入れていきます。正直ここのカラーは使わなくても完成するような感じかな。そして次に締め色、少し薄めのブラウンなのですごく優しさが出るカラーだね。で、涙袋に一番大きいところ入れてみます。うわ、すっごい可愛い。粉質が柔らかいんだけどしっかりと肌にフィットしてくれる感じだから、涙袋の強調にもいいし、指で取って目頭にハイライトとしてもすごく使いやすい。そして右上のラメ、結構ゴロッとしてるんだけど、つけてみるとグリッターまでいかない大粒のラメが入っていて、すごい可愛い仕上がりになりました。こんな感じ。そしたら次は03番のくすみカラー、アイホール全体に一番薄いカラー塗ります。普段こういうくすみカラー使わないんだけど可愛い。ヒンスはベース色を作るのが本当に天才で、普通に塗るだけでしっかりと陰影感が出てくれる。これだけ見るとくすみ感が強いから目元に塗った時にもっとトーン落ちるのかなって思ったんですけど、そんなに暗くならないね。そしたら次ピンクカラー、
カラーがポイントとなって可愛いですね。こんな感じで指名色。ヒンスのパレットは本当にハズレ色がないから、まだ使ったことない方はぜひ使ってみてください。そしたら涙袋にハイライト入れてみると、01番の方が黄みが強くて少し白っぽい、03番の方がピンクがかっているから肌なじみがいいですね。で目頭にハイライト、そしたらラメ、かなり大きめのピンクラメが入ってる。こんな感じ。はい、01、03使ってみるとこのような感じです。これはさすがに絶対買いのレベルで可愛くない？やっぱヒンスは色が本当に天才だし、パウダーのね質感がすごく柔らかくて伸ばしやすいっていうところも好きなので、アイシャドウで言うとロム&とヒンスの粉質が大好きすぎて、この2つは私の中でのベストアイシャドウです。で今回ヒンスではこれはいただいたんですけど、買ったやつだとこのアイシャドウ3色とスリムスティックメルティングマットっていうスティックタイプのマットリップも出たので、それの02、03、04番を買いました。これもアイシャドウと同じく最近発売された商品で、全部で5色こんな感じ。01と05がちょっと濃い感じのカラーで、02、03、04が少しヌーディーなカラーなので買いました。そしたら次もアイシャドウ、こちらラカのフォーエバー6アイパレットで、これ全2色あってどちらも買いました。これもねインスタで見た時から欲しいなって思ってたんですけど、ケースがすごい可愛いの。こんな感じで6色入っています。で6色なんだけど変化球のカラバリもしっかり入ってて、他にないようなカラーで、左が01ビギニングで右が02のアテンション、イエベとブルベで分かれてる感じですね。で01ビギニング実際手に塗ってみると、右上はベースが水色のだけでそこまで発色せずに、少し黄緑っぽいようなゴールドパールがキラキラしてくれる感じ。でも全体的に使いやすそう。そして02アテンション、こちら左上が01とは違うしっとりとしたテクスチャーになっていて、下のモーブカラーがすごい可愛いですね。ラカの単色アイシャドウも結構可愛いんですけど、ラカはブルベ系の色が結構得意なブランドさんなのかなって個人的に勝手に思ってます。でこれ9点でも買えるけど、ロフトとかにも売ってるそうです。そしたら次こちらミルクタッチのマスカラ、これがなんと日本限定のマスカラらしくて、オールデイボリューム&カールマスカラのローズブラウン、これツルピカじゃない方なんですけど、あーかわいい。ブラシはこんな感じで、手に色塗ってみるとローズブラウンなんだけど少しプラムっぽさもあるようなカラーだね。これ1本で使ってもかわいいし、重ね付けで毛先にポイントとしてつけてもかわいっぽそう。がっつり赤感出したいっていう時は1本で使って、でアイシャドウも赤系でほんのりまつげに統一感出したいなっていう時は黒マスカラの上に重ねて使っても良さそう。黒マスカラの上に重ねありなし、こんな感じ。単色で塗るとこんな感じです。マスカラといったらミルクタッチっていうぐらい本当にミルクタッチのマスカラ使いやすいね。そして今ミルクタッチといえばこちら、ジホちゃんがモデルをやってるのでこのポストカードついてきました。かわいい。個人的にトゥワイスのジホちゃんって結構かっこいい系とか、意外とアイドルアイドルした格好みたいのしてくれないんだけど、あのねミルクタッチのジホちゃん本当に最高なんですよ。トゥワイスで活動する時よりもアイドルっぽい格好のやつがあったりするからめちゃくちゃ可愛い。ぜひミルクタッチのインスタ皆さん見てみてください。そして手についたやつを取ろうとすると、これがまた落ちにくいんですよ。本当にミルクタッチのマスカラはねカールキープ力も強いしパッチリさせてくれるから、ここぞっていう時は絶対にミルクタッチのマスカラ使ってます。ミルクタッチのこれはブラウンなんだけど、これの黒バージョンの方がすごいお気に入りで、イベントの時とか必ず使うんだけど、イベント終わってあまりにも疲れすぎてそのまま寝ちゃって朝を迎えた時にまつげ見たらパチッとしたまつげがキープされてて、肌は犠牲になったけど改めてこのマスカラの素晴らしさを実感できました。そしたら次、今回の目変わりクーポン第1弾で買ってで一番最初に届いた商品で、2番目に届いたのがさっきのミルクタッチね。こちら韓国のスキンケアブランドリジュランのゴールドセットというものを買ってみました。でこっちの大きい箱が美容液で、こっちのちっちゃいのがクリーム。開けるとこんな感じの美容液が入っていて、箱が大きすぎるなという感じなんだけど、この美容液がすごいいいっていうのを聞いて今回買ってみました。で届いたその日にすごい肌荒れしてたんですよ。で肌荒れした時、私はあえて新しいスキンケアブランドスキン
ンケアを使うようにしてて、これ以上悪化してもいいっていうのと、本当にいいものだったらそこから肌が回復してくれるから、それが見たくて使ったんですよ。そしたらすごい良かった。まずプツプツできてたところ、結構大きいのとかもあったんですけど、それが収まったっていうのと、ツヤ感ハリ感みたいなものが内側からパーンって出るような感じで、使って次の日の朝もう効果が目に見えました。であまりにも良すぎたから、第2弾のクーポン使って第1弾と同じゴールドセット、クリームと美容液のセットを買いました。でクリームもね、普通に良かったんですけど、単体で使ってないからどれだけいいかはちょっとわからないんだけど、荒れることはなかったです。美容液単品でもすごく良かったから、ちょっとこれはぜひ皆さんに試してみてほしい。で個人的に次の日のツヤ感だったりとか肌の整う感じが、私がすっごい好きだったクリスティーナの美容液に結構似てたんですよ。でもクリスティーナの方は使い始めて2ヶ月か3ヶ月ぐらいで効果が全くなくなってしまって、しばらく使わない期間設けてまた使っても、肌が慣れちゃったのか全然効かなくなっちゃって、なので最近クリスティーナの方は使ってないんですけど、新たにめちゃくちゃいい美容液に出会えて嬉しいです。プラスでこの美容液すごいと思ったのが、私の肌質と姉ちゃんの肌質、家族なのに全然肌質が違くて、姉ちゃんがいいっていうものは私が合わなかったり、私がいいっていうものを姉ちゃん合わなかったりするんですけど、これ姉ちゃんに使ってみてって言ったら、これは姉ちゃんの肌にも合った、すごくない？で今までいろんなスキンケアお互いの試して、いやこれは合わないわみたいなのが何度も何度もあった中、お互いがいいって言ったのが一つしかなかったんですよ。それがエクシアのホワイト美容液なんだけど、それに続きやっとお互いの肌に合ったのがこちらのニジュランの美容液。いやーこれはちょっとびっくりしましたね。すごい良かった。で私セットで買って目代わり価格で8420円なんですけど、これ単品だと元の値段が8250円で、タイムセール6800円とか、あと目代わりクーポン使用したら5440円になるっていう感じなので、めちゃくちゃ安いっていうわけじゃないんですけど、ちょっと難点をね一つ挙げるとすると、すごい私びっくりした。何かと思ったの、これ、なんだろうって思って、最初取っちゃったんですよ。そしたら、取るものではなくて、これ上に上げて、その状態で取ると、美容液をつけれるよっていうやつ。いわばこれがスポイトなの。だけど、これ、ちょっと使いにくいですよね。あと、これ全部引いた状態。この容量を全顔につけてしまうと、結構、ヌメヌメして量多いなって感じなので、半分か3分の1ぐらいでいいかなって思いました。で、クリスティーナの美容液もそうだったんだけど、これもメイク前にすると、少しもろもろが出ちゃうから、私は夜だけつけるようにしてます。そしてセットのクリーム、これも少量でしっかりと伸びてくれて、ベタベタしない感じで使いやすいクリーム、これはねメイク前とかでも大丈夫かな。でリジュランこの2つと、あとファンの方が今回の目代わりこれ買いましたって言ってて、こちらのリジュランのパックも買ってみた。こっちがターンオーバーマスク 40ml で5枚セット2個付きと、ダーマヒーラーモイスチャートリートメントアンプルマスク、これも5枚入ってますね、という3つで、タイムセールと目代わりクーポン使って7458円が4224円になりました。これはまだ使ってないんだけど、使うの楽しみ。で、パックは使ってないんだけど、美容液とクリームがあまりにも良すぎたから、今配送中になってるんだけど、こちら、公式プレミアムセットっていうやつも買ってみました。私がすごい良かったって言ってたのがゴールドのセットだったから、こちらのシルバーのセットもどうなんだろうって思ったのと、あとトナーが入っていて、このシリーズ化粧水が優しく角質除去してくれる化粧水。で、美容液がターンオーバーアンプルと、ターンオーバーに特化したクリームらしいので、これもちょっと使うの楽しみですね。一日で目に見えて実感できる美容液とかって人生の中であまり出会ったことがなかったから、ちょっと久しぶりにテンションが上がった美容液でした。そしたら次、こちらも段ボールで届いたんですけど、ソウルっていう韓国のスキンケアブランド、これもね SNS で結構見てたんですけど、まだこのブランド使ったことなかったんだけど、マックス 55% オフって書いてあったらさすがに買っちゃうよね。いろんなセットがあって、私はとりあえず全部試したいから朝晩セットっていうのを買ってみたんだけど、朝晩セットは 23,430円が14,977円。もう目代わり最高でしょ。まずソウルレイヤードクリーム、口コミとか見るとこれがすごい良さそうなイメージと、ソウルピュアフェイスウォッシュゼル、へえ、これ洗顔なんだと、ソウルモイストリップバーム、これギュテ君が推しみたいなのが書いてあったので、このセット欲しいなって思って、平たい容器に入ってるリップバーム、
うーん、私が好きな VT のマスクよりも重めなんだけど薄く伸びてくれる感じ。これは朝起きた時もしっかり唇に残ってくれそうなテクスチャーと、ソウル UV マイルドサンクリーム、これ SPF50PA4+、 すごいとろっとした感じでこっくりしていて厚みがあるテクスチャーです。これが日焼け止め？めっちゃいいじゃん。でも匂いがラベンダーっぽい香りがするのかな、そこだけ気になるけど、すごい使いやすそう。白くなったりとか全然しないし、スキンケア感覚でつけれるけど割と保湿してくれたけどベタつかないような面白いテクスチャーですね。そしてソウルエクストリームフローズンマスク10本シートマスクですね。すごいちっちゃい、鎮静冷却ケアとか水分補給バリア機能強化のマスク、こういうパッド系か、これなら気軽に使えそうだね。でおまけもついてて、部分用シートマスクが2枚と、これは全外用ソウルクリームマスクっていうやつ。へー、全部使うの楽しみ。あとパンフレットとかも結構しっかり入ってますね。めっちゃありがたい。使い方とかすごい細かく書いてある。このクリームは NG 項目ね、一度で厚めに塗る、くるくる指で塗り込む、冷蔵庫に保管する、マッサージするのが NG だそうです。そうなんだ、ちゃんと見てよかった。浸透度が高いためマッサージを行うと摩擦が生じ肌には逆効果、あとクリームを一度にたくさん塗ると分子がダマになり浸透を妨げます。あーでもそうかも。リボーンのクリームとかも薄く少し塗った時の方が肌の調子いい気がした。そういうことか。常温保管したクリームが最も高い美容効果を発揮します。めちゃくちゃ細かく使い方書いてくれてる。嬉しい。なんて素晴らしいブランドなの。嬉しいですね。で、購入品手元に届いてるのはこんな感じなんですけど、今回の目変わりめちゃくちゃいろいろ買っちゃって、他にもまだ届いてないのだと、こちらのラボムのクレンザーキット、これの泡立たない朝用ジェル洗顔っていうのがすごいいいらしくて、ボーチェクレンジング部門で2位とか取ってたりするんですよ。なのでこれがねすごい気になって、あと少しで届くかな。私目変わりの最初の方で買ったのでもう売り切れちゃってますね。でも単品売りとかだったらあると思うので、気になった方はぜひチェックしてみてください。あとホリカホリカのチーク、これも可愛いなって思って第3弾で2、4、5、6番を買いました。であと目星つけてるのがクレオのシフォンブラーティントがすごい可愛いから、これも買おうかなって思ってるのと、マットリップハマってるのでエチュードのフィクシングティントも第3弾で買おうかなって思ってる。はい、という感じですかね。いやー目変わりやっぱり楽しくてめちゃくちゃ買っちゃう。そしてこれやってる方少ないかもなんですけど、生放送でリスナーの方が教えてくれたんだけど、家族とか友達で目変わり買わない人がいたら目変わりのクーポンを送ってもらうことができるらしくて、で姉ちゃん目変わりあんまり買わない人なので姉ちゃんにいつもクーポンちょうだいって言ってもらってその分買ってます。皆さん目変わり何買いましたか、ぜひコメント欄で教えてください。今回は珍しくスキンケアもがっつり買ったので、まだ使ってないやつ試すの楽しみです。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。懐かしのニートティー、これ覚えてる方いるかな、ミキポンチャンネル時代に着てたやつですね。クローゼットで久しぶりに見つけたのでちょっと着てみた。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。